中身が書いてあるのかな。書いてなかったらやってもしょうがないし。俺の腕、夢
かよ。もう夕方の4時半か。いつの間にか寝ちまった。ああ、締め切りが迫ってるのに俺は何やってんだよ。ん？なんだこのファイルアイコン。夢で見た本の表紙と同じマークだ。何が入ってんだ？あれ？この出だし、さっき夢で読んだ。俺が書いたのか？覚えはないな。でも現実に原稿がここまで書き上がったよ。俺が書かなかったとしたら誰が書く？締め切りのストレスと疲れてボケたかな。それとも眠れる才能を発揮したってとこか。理由はどうあれ、この調子で上がれば締め切りには間に合うかもしれないな。よし、もう一頑張りしよう。